チャオトッティ、どうも今井俊介です。ダルベ、田村キヒトです。ゴールデンターク、どうも浜野典之です。いや、いい T シャツ。はい、ほんとね、今日ちょうどこの、ピッツァナポレタン、あの、とてもね、美味しいピザやつ。さあ、今日、はい、トレーニングシリーズ第3ですね。はい、いよいよ僕のところに来たんですけども、いよいよですよ。僕はですね、はい、肺を鍛えるわけです。吸う力はやっぱり大事かなと思って、はあ、ちょっといろいろ調べてたから、これです。お、見たことない。ちょっとカメラに。パワーブリーズって言うんですよね。ほー。アルコールも用意してあるので、はい、ちょっと皆さんに挑戦してもらいたいと思います。もう具体的にこれ、何をしたら、うん、これはね、吸う力です。吐くときは何の抵抗もないんですけど、吸うときに抵抗が出てきます。で、それをちゃんと吸い切る。はで、肺にちゃんと入れる。それを、まあできれば10回。10回。じゃあ、ちょっと鼻の。はい。加えて、はい。で、吐いて1回吐いて、で、吸う。あ、ちょっと待って。ちょっと。5回ぐらい。そう、僕は大体これを4ぐらいから始める。結構辛いですよ。吸えないんだよね。吸えない。吸う力なんですよ。だからやってみたら分かる。すごい。これね、あの消毒と、今消毒入れてあるやつ。あ、これ、ね、はいはい。ちょっと今カメラで撮ったんです。吸え方ならなんかでもやってみて、肺が弱い人とか、スポーツやってこなかった人っていうのが、例えばね、あの、学生さんとか、あの、二十歳前とか、例えば受験生とか、はい、あの、まだ体がきちんとしてないっていう人には、僕はいいんじゃないかな。うん、では、もう、じゃあそちらに座ってください。あ、座る。そうだ、絶対もう。初めてです。はい。一回吐いて、ちゃんと。はい。で、加えて。あれ、吐くていい？吐く何でもいいです。いやいや、言っちゃだめ。口の中に全部入れてもいいです。はい。はい。はい、吸って。ごめん。何も入ってこない。いや。もう一回。で、あーってそのまま言ったら。吸い切って、外して、あーって。あー。で、また外して。はい。どうぞ。あの、瞬発力が必要だと思います。吸うのに。そう、はい、膨れ上がりました。そう、それをね、はい、まあ、これをだからトレーニングしてた時期があったんですよ。ああ、こうやって、すげえ。あ、すげえ。それはすごい。ドヤさんの何かですよ。ドヤさん。いや、本当にすごいです。それで、こう、肺をね、鍛えて、長いフレーズを一息で飲む。そう、だから一瞬でどれだけ吸えるかっていうこと。そうですね。はい。だから、そうですね。吐き切ることもものすごい大事なんですよね。でもその前には吸わないといけないこと、うん。そうですね。のと、やっぱりこう、どれだけね、音楽もんだっていう。なるかっていうための練習、ね、新品で買ってきたものなので、はい、これは、パパさんにあります。恒例の、プレゼントシリーズ。パワーブラッス。パワーブラッス。ウィー。パワーブラッス。はい。トコン。いや、やってきた。はい。ありがとうございます。じゃあ、今日も歌っていきましょう。はい。はい、お聴きください。ミュージック、スタート。
la sera tanto san divanda come tu di Dio davanti facetato fai il sonno guarda cuor ti spulcia vino sente se ti giura arance un profumo così fino in tutto l'ore se ne va ed dici parte